い時は泣いたらいい、笑いたい時は笑えばいい、食べたい時は食べればいい。夏の感謝セール6月21日水曜日から開催中。工事現場で活躍する装備の拡充もプロストックで、もちろんエアコンも伝説部材もプロストックヌーズボル33。この新聞は毎月プロの日26日に発行しているプロストック新聞の YouTube 版です。今回は6月26日に発行した第54号新聞の記事をムービーとしてお届けしています。プロストック全25店舗では紙版の新聞を無料配布しております。こちらもよろしくね。夏本番まであと少し。エアコンフェア第2弾大好評開催中。工事現場で活躍する装備の拡充もプロストックで、もちろんエアコンも伝説部材も、今年も暑い夏になりそうですね。ということで皆様お待たせしました。毎年恒例の暑いセール、そうです、ご存知、夏の感謝セール開催です。ジメジメムシムシする中で繁忙期を迎える職人の皆様の体調が心配です。そこでおすすめしたい商品が、東洋セーフティのヘルメット取り付け式送風機ウィンディフォ、業界最強クラスの風速 7.4mmのパワーを誇り、ロ、弱、モードであれば約8時間連続稼働で1日快適に作業ができます。一部取り付けできないヘルメットもあるので、詳しくはメーカーホームページでご確認ください。他にも広い範囲に風が欲しいという方には、プロモートエコ工場線の床置き型 PE-435Y と三脚折りたたみ方 PE-435F をラインナップ。1年タスコから新発売のハンディアジャッキワイドタイプ STA823WD ルームエアコン左配管接続時のストッパーにワイドタイプが新登場。用途に合わせて標準タイプとワイドタイプを使い分ければ作業効率アップに貢献。耐荷重は 100kg なので、冷蔵庫や家具など移動時の持ち上げにも使える便利グッズです。そして忙しい時に限って故障しがちな真空ゲージや工具類などは2台持ちで備えておきたいものです。それから重雪関連も忘れていません。東芝のルームエアコンや箱絵画、断然お得な化粧カバー、エアコン課題、エアコンパテ、コンセント、スイッチ類の伝説部材などなど、毎日使うものを豊富に在庫しています。まだまだ紹介したいアイテムがたくさんある。夏の感謝セールはプロストック全店で開催中です。価格だけでなく、プロストックは朝6時から夜22時まで休まず営業して、お仕事前や現場終わりの時間も明るく元気なスタッフが笑顔でお客様のご来店をお待ちしております。お近くのプロストックまでぜひお越しください。 YouTube、LINE、Twitter などで情報発信もしておりますので、そちらも要チェックです。記者、風天、職人さん必見、業界ニュース、メーカーインタビュー、ワンド株式会社。今回は業界ニュース特別編として、今年5月に創立60周年を迎え、社名をマイセット株式会社より変更したワンド株式会社様にインタビューを行い、注目の商品をご紹介していただきました。プロストック以下 P、御社の事業内容についてお聞かせください。ワンド株式会社以下ワンドと略す。流し台、玄関収納、壁面収納、洗面化粧台などの製造販売を行っております。プロストック、主力商品並びに一押し商品はワンド。従来の主力商品であった M1、Y1 に代わり、新たに K、T、D シリーズがラインナップされます。一押しの商品はフレームキッチン総シリーズです。国内外で活躍するサポーズデザインオフィスのデザインと、弊社の機能的なキッチン作りの技術が一体となった新しいシリーズとなっております。
プロストック。自社製品のこだわり、ポイントをお聞かせください。ワンド、間取りやスペースライフスタイルに合わせ、全7色の扉カラーを組み合わせて、快適なキッチンを選び作り上げます。マンションアパートオフィスや店舗に至るまで、さまざまなシーンやスペースにぴったりマッチします。生活を磨き続けた60年。品質と機能を常にアップデートし、どんなシーンでも長く皆様に使っていただける弊社の商品を皆様もぜひお使いください。プロストック。本日はお忙しい中、ありがとうございました。ワンド。今後も弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。公式サイト https://wand.jp/ お話ご協力ワンド株式会社東北営業所庄司様記者ミサイル使用頼れるお客様紹介プライベートは岩盤浴が熱いお客様今回東久留米店よりご紹介させていただくお客様は棚橋様です東久留米店のオープンから利用いただいているお客様で空調工事のお仕事をメインとしていてご来店されると男女問わずにフランクに話しかけてくれる元気なお兄さんです写真右側のお客様が棚橋様左は記者最近のブームは東久留米店から少し離れた場所にあるスパジアムジャポンという温泉施設の岩盤浴で筋トレすることだそうです一人だと恥ずかしいから温泉仲間絶賛募集中とのことまた趣味でアニメも見るとのことでいろんな作品のことを知っています気になる作品があったらぜひ聞いてみてくださいもし東久留米店付近でエアコン工事についてお困りの方がいらっしゃいましたらお声かけください記者 RGM の799注目の新商品情報照射距離670メートルで遠くまで光が届く廃光器コードレススポットライト UB18DH 廃光器より用途に対応した2つのモードを搭載したワークライトが発売スポットモードで遠くまで照射距離670メートル、ワイドモードで手前を広く照らすことができます。照射角度の調整機能がついており、0度から90度の間で6段階に固定することが可能。2つのフックを搭載しており、パイプなどにインかけることができて、吊り下げ式ライトとして使用可能なヘッドフックと携帯に便利なフックを搭載。弱、中、強、3段階の明るさと点滅機能を搭載し、スポットワイドモード強の5アンペアナワーで約8時間の連続点灯が可能。点滅モードで緊急時も役立ちます。別売のカラープレートで外観も自分好みにカスタマイズが可能です。詳しくはプロストック各店へお問い合わせください。記者、ベベ。裏面トップ記事今月渾身のおすすめ商品こ、傷や汚れが消える魔法のタオル登場カダックスマートタオル おすすめ傷や汚れが消える魔法のタオル登場カダックスマートタオル日々の愛車のケア、皆さんはどのようにしていますか？ケアをしっかりしていても不良の事態で愛車に傷がということもあると思います。そんな時に活躍するのがこのカダックスマートタオルです。使い方はとても簡単。乾いたタオルで表面のホコリや水気を拭き取った後、同コンロにトリル手袋を装着しスマートタオルで傷ついた箇所を拭き取ります。仕上げにマイクロファイバーグローブで磨けば、あら不思議、細かい傷や汚れがなくなります。
傷の復元や汚れ除去の他にも効果として光沢効果と酸化物の除去もあり、車体の保護の観点でも非常に優れた一品となっております。さすがに深い傷を取ることは難しいのですが、かっこはじめ本商品は全ての傷の除去を保証するものではありません。かっこ終わり、日常のちょっとした細かい傷や汚れなどには最適な製品です。お手軽に愛車のケアを始めませんか。記者うぐですの一人ぼっちのしょうもないプライド。補助金情報知って損なし、これで安心。3世代家族子育て世帯向け支援情報。リフォームを実施する際に欠かせないインスペクション、住宅診断、費用を一部支援する長期有料住宅リフォーム推進事業のご案内です。対象が3世代同居世帯、子育て世帯向けです。防災性能向上の工事も対象で、長期的な視点でも有効な事業となっております。また通年申請ということもあり、交付申請受付期間中、令和5年5月8日から令和5年12月22日までは随時対象住宅ごとに交付申請可能となっております。交付申請に先立つ事前の公募採択は一切ございません。公表につき評価基準型は予算上限に達したため終了しましたが、認定長期有料住宅型は募集中ですので、ご検討の方はお急ぎください。記者もじゃもじゃ将軍。感謝感謝の1周年足立ホキマ店、プロストック足立ホキマ店が2023年5月23日で1周年を迎えました。これもひとえにご来店いただきました皆様の支えがあったからこそと深く感謝しております。23日、24日は展示会やキッチンカーで店など様々なイベントを開催しました。天候の悪い中、たくさんのお客様にご来店いただきありがとうございました。ガラポン抽選会では見事1等2等に当選したお客様に撮影協力もしていただきました。今後も豊富なイベントを開催していきますので、足立ホキマ店にご注目ください。記者長谷川。こだわりの一品、柏店 XXXG00W0 のこだわりの一品。今回ご紹介いたしますは、名前で気づかれている方が多いですが、私が一番好きなガンダムのプラモデル、通称ガンプラは AC アフターコロニー194年から195年にかけて活躍した HGAC ウィングガンダムゼロ XXXG00W0 になります。テイビー版も EW 版も好きですが、今回は HGAC テイビー版の紹介です。ヒットは古いもの2014年発売になりますが、私はすぐみ1体と改造用で2体と空張りで2体持っているくらい好きな機体になります。 HG なので変形が一部差し替え式ですが、 Z ガンダムなどの変形するモビルスーツに比べ簡単にできます。武装もツインバスターライフル2本とビームサーベル2本シールドとシンプルなものになります。また近年ガンプラは腕と足バックパックの接続部が共通規格のものが多く、簡単に別の HG 差し替えができるため、自分専用のモビルスーツができたりするので、 MG より簡単に改造ができるのも特徴です。記者 XXXG00W0。 アプリ使ってる？いつでもどこでもスマホ一つで簡単確認。取説突然ですが、皆様自分の住んでいる町や勤務先地域、また仕事でよく行く地域の地図って覚えていますか？案外
近場でもうろ覚えで知らなかったりしませんか？車などで道路を走っていて、自分が今どの辺を走っているのか気になったことはありませんか？これらが当てはまった皆様に面白いアプリを紹介いたします。それが2023年6月5日現在無料でダウンロード可能な全国市町村ジグソーパズルです。日本地図をさらに細分化して平地や山岳地帯などリアルなピースにしたパズルで、各県ごとに分かれており、正解の場所に移動するとカチッとはまり、すべて埋めていくとゴールになります。タイムアタック機能がついているので競い合うこともでき、楽しみながら土地勘を養うことができます。なんだそれだけかと言われてしまいそうですが、これがやってみると結構ハマる人が多いみたいです。ちなみに神奈川県民の私は、神奈川県の最速タイムは2分7秒でした。お仕事でも絶対使えるスキルが身につくので、ぜひ皆様もチャレンジしてみては。記者湘南ナンバーに憧れる男翔平。今月の漫画職人さんあるある、面白い呼び方、作サトッペ。よし新入り、でんでん持ってこい。はいはい、でんでんです。うにょほうにょほう、ちげえよ、指示金具だよ。もういい、カラス持ってこい。ピーカーカーバサーバサー、違う、ポンプフライヤーだ。おいモンキー持ってきて。はい、ウッキキ、お前すごいな。あいつ動物園に転職したってさ。転職っすね。プロストックニューズボリューム32、スタッフ紹介、シリミニュース担当、拡張版音や4コマ漫画、服部4コマ漫画、京子4コマ漫画、オーレンお料理担当。今回の BGM のご紹介、全曲佐賀のミュージシャン江口信弘の楽曲を使用させていただいております。1曲目明日晴れるや、2曲目トラブラー、3曲目ミスターホーブ、ほんと良い曲なんです。4曲目歩いて帰る日には、この番組へのご感想などございましたらぜひお聞かせください。オレンでした、さようなら。
からラーメンを食いに向かーす。